おはようございます。時刻は午前10時10分ぐらいです。僕は今、八甲線の折原駅にいるんですけれども、今からですね、リクエストのあった同じ八甲線の明覚駅に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい。えっ、ー、とね、時刻はね、午前11時15分ぐらいです。えー、それではね、八甲線のね、三岡区駅に着きました。今ね、駅の前にいるんですけども、そこにね、えっ、ー、と、案内所もあるようですね。時川町の案内所ということで、えー、ありまして、そこにあとトイレもあってですね、駅周りですね、まあ、なんかこう、小倉城石っていうのは、小倉っての九州の小倉じゃないですよ。ここにこう、城跡があるようでして、まあ、あとはね、こう、駅前こういう感じで、まあ、 何軒か民家があるって感じで、さまあ、店というよりはちょっと民家が多いなっていうようなイメージですね。うん、で、そこであの無料自転車貸し出しというか、レンタサイクルもね無料でやってるようでして、とここね駅前案内所でこう貸してくれるようなんですけれども、明をいい駅舎ですね、ここはね関東の駅100選にも選ばれている駅なんですよね、ログハウス町のいい駅舎だと思います。 それではではすねじゃあ早速ね駅の中にね入っていきたいと思います。ありましたね、この関東の駅百選認定駅っていう、これがありました、景観賞1990年ということでね、このログハウス中の時川町で、これ、唯一ある駅なんですよね、ここの駅があの埼玉県の時川町唯一の駅ということで、まあ、駅の中、こういう六角形、八角形みたいな、こう、ログハウス町のすごくいい。 駅舎だなぁと思いますでなんかここはねなんかオープン、レンタサイクル始めましたということで、50人お入りください。観光案内所があって、ここで、ね、レンタサイクルを借りることができるようです。駅前案内所はここからということでこう、パンフレットあったりとかですね、あとは駅寝できそうな長い椅子もありますが、多分こん夜閉まると思うんで、まあ、駅寝はできないかなと思います。 D51498 の思い出ということでね、写真寄贈者ということで、昔のちょっと手かってますけど、寄贈してくれた方の写真があるようですね。で、ここにね、スイカの入場と出場の、えー、とタッチパネルがあって、あと自動観札機では自動券売機は、えー、とないようですねで。今ね、11時20分なんですけど、えっ、ー、と、11時8分の、えっ、ー、と、 駒川行きできましたで、11時8分できたので、11時49分に乗って帰ると、そうすればだいたい40分ぐらいの滞在で済むんですよね、八甲線の森、駒川方面、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、結構多いですね、20本ぐらい、まあえー、と下りの高崎線も、まあ、12時台、19時台ないぐらいで、まあ、1時間に1本ぐらいはあるので、まあ、割と来やすいかなというような感じですね。 え駒川八王子方面は橋を渡りくださいということで、えっ、ー、と、Suica はね、使えますけどね、えっ、ー、と、現金、Suica ない人はこれいつも通りここを押してくださいということで、これが出ますね。明確ということで出ます。では早速ね、駅の中に入っていきたいと思います。はい、えー、それではね、駅の中に入りました。より高崎方面はこちらのホームですよ。で、こっちがより高崎方面のホーム。 であっちが駒川、八王子方面のホームということですね。で、ここ、あの昔有人駅だったんですけど、今無人駅になってしまったので、まあ、切符入れあって、まあ、料金表もこういうシンプルな八高線の料金表。えっ、ー、と、高崎まで990円。倉賀がなも990円ですね。で、駒川までの料金表しかないですね。240円ということで。 駅前案内所はここから改札を出て右側ですということで、なんかおばちゃんたちがいるんですけど、駅は2面2線のホームですね。ここに古戦橋があって、駒川八王子方面はこの橋をお渡りくださいということで、そこを渡っていくということで、目を確く定駅表示ありますけど、向こうのホームも後でいきますが、こっち方面がですね、これが駒川ですね。 えっと、駒川方面。で、こっちが、高崎方面ということになりますね。2、まあ、面2線のホームと。で、駅のね、えー、っと、中にも、こう、自動販売機もあったりしたり、あとトイレもあるんで、なんか男女共用トイレっていうのはどうなんでしょうね。外のトイレ使った方がいいと思います。外は分かれてるんで。で、自動販売機。で、個線橋があって、2面2線のホームというような感じですね。 それでは、ね、向こう側のホームに行ってみましょう、はい、で今度は古、ね、線橋からこう駅舎を見た感じですけど、えー、とこういう、ね、ログハウス調の赤い屋根というのが分かりますねでそこがあのレンタサイクルあるところでこう何台も自転車が止めてあって駅前の横に、ね、こう公園があるような感じですねだからちょっとあのお店とかっていうのはあんまり見当たらないなというのが僕の感想ですねあの住宅街 民家たくさんあるんですけど、民家のところにこう駅があるような感じですね。まあなんか滝接骨院、接骨院だけありますけど、まあ、あまり店は見当たらないなっていうような感じで、コンビニもなんかこっから見る限り、なんかローソンとかセブンとかのマークもなさそうなので、まあ、駅からね、だいたいこう、一周してみると、まあこのような風景。 ですかね向こうのホームにね行ってみたいと思いますはいで今度はね駒川八王子方面のホームに来ましたえーとちょうどねこの駅舎をね裏側から見るような感じですね最初表で今度は裏から見る感じすごくログハウスのね いい駅舎だなぁと思いますね。いや、紹介していただいてありがとうございます。いや、すごいいい駅舎だなぁと思います。いいですね。僕、こういうの好きですね。で、今度、逆方面に来たんで、えこっちが、えっ、ー、と、高崎方面ですね。高崎方面。で、こっちが、えっ、ー、と、駒川、八王子方面ですね。で、こっち側は、待合室がないので、まあ、こういう簡素なベンチ。長ベンチがあるような感じ。まあ、駅寝しようと思えば、まあ、扉ないですけど、できるかなぁっていうような感じですね。 SL ストーリー。SL に乗ったら力強い美しさに息をのんだ。D51498 の写真がありますね。まあ、ちょっと若干手がってるんですけどね。すみません。まあ、こちら側の本はまあこれだけというような感じですね。ちょうど駅舎裏側から見るような感じ。で、明くということで、えっ、ー、と左が小川町、えー、右が大瀬ということですね。 じゃ、以上ですね。こちらね。明覚駅でございました。どうやら間違っていたようです。ちょっと訂正がございまして。レンタサイクルは、どうやらこの観光案内所のここから借りられるようです。レンタサイクルで。えっと、1日500円のようですが。こっちはあの、レンタサイクルではなくてですね、明覚駅無料自転車置き場ということで、 あの、三鶴駅のね。無料自転車置き場だったようです。で、えっと車止まってますけど、バスも止まってますけど、駐車料金はかからないようで、まあ、駅前に車止め放題のようです。